次の時寄ってってな。
急いで。やめておきますか？危なかった。おじさん、
それじゃあ始めるね。
伊藤さんから電話。参謀の伊藤が。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃな。なんとしても。それでことづて沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目ぼ。小無双？ご存じないですか？いや、小無双のこと。さあ、私には分かりませんが。起きた。ですが伊藤さんは、斎藤さんには。山崎。はあ？伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう。ですが一番隊の。危なかったな。
ぜ。逃がすか。強すぎるだろう。想定外だ。
取った。どうした？お前、沖田さんが。何？この先へどうぞ。沖田が俺に話があるってことか。井上さん殺しと見られる子、そのことで斉藤さんに聞きたいことがある。どういうことだ？私の口からそれ。分かった。Take it! Take
いなとこで人生終わりじゃない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
いらっしゃい。おおきに。いった。なんや。あ？ん？なあ。起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が原産やったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らはコムソを追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。そのコムソの正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小無双の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しやった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。ああ知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのかその話は。どこまでしらけるつもりやお前。本当なのかって聞いてんだ、大きさ。答えてくれ、起きた。死の敵討つんは弟子の務め。
真の離心流の奥義味わわせたるわ。真の離心流、何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然離心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや、行くで、坂本龍馬。Yeah!
だな。その前に一つ教えてくれ。俺が追っていた李神流、立ち筋、技。そうか、これでようやくわしは指定の。はそんなもんやない。わしにと久々に聞くな、その名。勇ちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤はじめさんよ、あんたに。悪いね、話が話でも、ここならあんたの。それでかれこれ一年以上前のこと。その頃俺たち確か、ああ、裏の世界、つまり影として。影、身風呂仕組は将軍様の上洛警護、俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、中、芹沢率いる水戸藩から芹沢鴨、鴨に五郎。察しがついたようだな。そう、この三人はすでにこの世にはいねえ。何だと。そしてその全てはどういうことなの。1年前のあの日、ずいぶん早いお帰りで。起きた。
それに井上、長倉局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。鴨さん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたもあの総集ラッパ風魔由来の剣術水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身分浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも、覚悟。あれは起きた。おい、ゴロ、起きろ。なんやねん。な、カモさん。来るな。お前たちは来るな。死ね、セリゾン。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿、さすが水戸天狗流。掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。で、そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。1年前にそんなことが。以来俺たちは名を身分浪士組から新選組へと改めた。
芹沢カモが乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットはもともとこの秘密を知る斜め近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが元さんになった翌日から知恵館出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。知恵館の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐之助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮に引っかかった一人ということなのか。はあ、でもその結果あんたはこうして新選組に入り、ことの真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然理心流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんははじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとしたとき、背後から突然切ったのもはじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったらあのカモさんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。カモの恩返し中毒やな。ほんまあの人らしいわ。どうだい、全てを知った今の心境は。正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件でな。水戸藩からだと。じゃあおやっさんを殺そうとした奴は水戸にいるってのか。それはわからん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ。龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい。わからない。
だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだ。俺は復讐がしたかったんじゃない。真実が知りたい、それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん、なんだ。どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。そりゃ鴨さんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、鴨さんから報告を受けていたことがある。そりゃ鴨さんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。なんだと。それじゃまさかもう一人の坂本龍馬が。例の小武装の坂本龍馬やな。ああ、そして今になって奴は覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。タイの監察から知らせがあった。寺田屋にもう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動する時の拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍馬さん、いや斎藤さんよ。あんた斎藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かえ。伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。分かった。近藤さん。ん？全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。ほな行くで。何すんねん。どないした。ほら早行くで。おっとおっと。何すんねん。はじめちゃん、ちょ
そんなに急ぐな。はじめちゃん、誰か知らんけど、はい、半端な腕よ。気抜いたらしまう。何だこれ。面倒はごめんだ。伊藤と武田。
強すぎるだろ。想定外だ。寺田屋か。結構でかい宿やってね。暴れるにはかっこいい。おい、気ぃつけろや。何したん？ほら、早よ行くで。斉藤、伊藤、この寺田屋に井上さん殺した坂本龍馬という土佐も。ああ、だが君は必要ない。何だと？君は新入りの隊長だ。先だってそれ、とにかく余計な手出しは。いや、沖田君、君までやって。まあ、なんや。何？わしもようわからんけど、ここの試験は出任せじゃな。沖田君、別にええで。せやけど副長に次期局と。私は豚所に行く。助かった。
伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。それより邪魔者はおらんようになったで。さあ、何や。踏み込む前に寺田や長いこと世話になってる。気持ちはわかるがしゃあないやないか。裏口から回ってどうにか。なあ面倒やな。わかった、それでええな。ああ大丈夫。ほな行くで。うん、こないな時間に風呂か。優雅なもんやな。音がしている。誰か入ってるな。はい。どうや。Yeah!
お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。
モさんの仇や。何やと。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。追うで、はじめちゃん。しかし見回り組に邪魔されるとは思う。どないしたんや。いやな、うん、やってくれ。おう、伊藤藩やねえか。それに武田に兵助。とぼけんな、近藤局。ああ、バカにしとんのが悪い。お前の嘘のせいで。そない言うんやった。伊藤藩に失敗。なんやと。まあまあ落ち着いて武田さん。なんや。別に俺はどっちの味方でもないですよ。なら伊藤さんが局長にな。平助。もういい平助。こんなバカ相手。いいか青木さん、これだけ覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には、俺の方針に従わねえ奴は絶対。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら平助に行くぞ。